今日は本当はもう行けちゃったらまたね旧東海道の宿場町をこの間前に行ったね七里の私の三重県側のね桑名城市とかああいうとこまで行ってみようかなとか思ってるんで、とりあえずねどこでも行ったらって感じですね。エッセンシングル R ならね、あれなんかここ走ったことある気がする、稲部だからやっぱ蓬莱の方から来る道かな。あのファミマ見覚えがあるぞ、レッツゴー。まあ、あの工事のね、あの工事渋滞ですげえことになってますな。Fuck this shit! ふぅー。ペコリってしてくれたけど、手振ってよ。こういうのがライダーのいいところってですね。あ、ちなみにね、今回ちょっと GoPro のね、カメラの角度を若干ね、こう前に倒してみたんですけど、どうなってるのかすごい気になる。っていうのはエッセン WR のもっと前傾がきついんで、それにね、合った角度にしてたんで、もうちょっとねカメラがこう立ってたんですけど、そうすると結構ね前が映っちゃって、手元的にはこの辺ぐらいしか映ってないですよね。僕的にはこのタンクとかこの辺ぐらいまで映るとなんかいい感じの景色に見えるんですよ、映像として。だからちょっとね、若干だけ、ほんと若干だけ前に倒したんですけど、それがどうなってるかとっても気になるところ。なんか気づいたら街って感じだな、山を抜け出たって感じ。ふぅー、おーいいねー、超ノリいいじゃん。むしろなんなら向こうからやってくれたぐらいのタイミングだったわ、最高。これぞバイク乗りの醍醐味よって感じの、いやーええね。とりあえずさ、次の目的地はさ、なんとかダムっていうトヨタカンパチ、カンパチ中根っていうあたりらしいんだけどさ、その辺に川をせき止めた程度の一応ダムと名の付くとこがあるみたいなんで、そこをね目的地にしてるんですけど、まあ徐々に徐々にね町の方に行くっていうような流れで行こうかな。こいつのね時計が狂ってるんで4時8分なんですけど、まあまだ多分11時台ぐらいだと思うんで、夕方まで走ればね相当いろんなとこ巡れると思うんで、あと大事な大事な距離も稼げるんで、一石何鳥か分からんすよ。あーいやーってやつっすよ。お、さなげグリーンロードじゃん、久しぶりに来たな。なんかすげえいい道って聞いて、いい道っていうかなんていうのかな、そのツーリングロードとしていいとこだよみたいな感じで聞いてきたんだけど、なんか別にそれほどでもなくねっていうような感じで、で意外もしかもなんか意外と死亡事故が起きたりするような道みたいで、なんか総合的判断により一回行って以降全く行ってないっていう道ですね。こう言葉を濁したい時に使う総合的判断によりってやつですよ、まさに。あ、ちょうど600キロっすわ、あと400キロ。長え、50キロそこそこしか走ってねえってことか。結構走ったと思ったのに、これだったらハマースのディーラー行くのと変わんねえじゃんかよ。おお、あ、これかな、これがダムかな。あー正解っぽいっすな。工事中ですか。うわ、とりあえずさ、ダムに来たら湖面を見たくなるっていう、湖面を見てこの深さにビビって怖って思うのがもう安定だよね。ほほほほほ、ほんとかっけえな、エッセンシングル R。 後ろからのシルエットもグラマラスだね。あ、ダムだ、超ダム。とりあえずこんな動画でいいっすかね、こういうことが続きますけどいいっすか、あっち行ってこっち行ってって。まあ見たい人だけ見てくださいよ。とりあえずね、今度はトヨタ倉賀池記念館っていうね、トヨタではトヨタ自動車のトヨタですね、倉賀池記念館なるところに行きやす、まあ中には入れません、行くだけですね。今この辺って、ね、11度らしいんで、僕朝出た時のあの山ん中の倍あるわけですね、気温が。寒いんだね、やっぱ山ん中って。確かに路面の路肩雪すげえ残ってたし、あれまあ雪っつうか冷えて冷えて固まって多分氷みたいになってると思うんだけど、そりゃ寒いわけだって感じですよ。のどかな田舎ですな、のどか田舎ですな。
街中の方がやる気出んだけどな俺。そして前にこういう車が入ると最悪なんだよ。つまらないじゃないか、絵的にもさ、スピードも出せないしさ。やっぱ当然あの法定速度内っすよ。行くぜ。いや、また片側交互通行。何なんすかこれ。全く工事が多いっつの年度末、うん、ただ全然関係ないですけど、前テレビでさ、冬とかね、年末年度末に工事が多い理由としては、なんかアスファルトがね固まるのが早いから、まあ、限られた時間のこの工期がありますよね。その時間の中で、まあ、効率的に作業を進められるっていう理由があるらしいんですけど、僕がいつもこう訪問させてもらってるお客さんなんか、あのまあ建築屋さんとかね、まあ道路工事もやってるような工事関係の人に聞くと、やっぱりね、年度末っていうのは公共入札の件数っていうのはやっぱり増えるみたいで、しかも工事の落札金額がまあ相当緩くなると。まあ要するにその行政側もね、予算をある程度使い切らないといけないっていうのがあるんで、あんまりねこう安く落としすぎちゃって、ちょっと予算余っちゃいましたってなると困るわけですよね。なので若干やっぱりその最下限のラインが緩くなるっていうのがあるらしいんですよ、どうやら。だからそういうのはねあるみたいっすね。ほほ、なるほどねと思って、あ、もうこれこっち行くかな。ほほ、なるほどねと思って、ちょっと勉強になりましたわ。なんだここ、乗り物パークみたいな。やべえ、これはあのキリがつかないパターンのやつだな。しゃあリスタート。なんかあれなのね、この倉ヶ池公園記念館とか、この倉ヶ池公園っていうのは意外とそのトヨタの車関係の云々っていう話じゃなくて、意外といろいろあるみたいな感じですな。あの家族連れというかね、それを見ると、まあ、乗り物ありの、動物園ありの、そしてまあ公園ありのみたいな感じなんで、総合アウトドアパークというかね、家族連れに大人気みたいなね。なんとかドームかなって思っちゃうぐらいの、なんか運動公園みたいな感じだね。あ、水辺じゃないですか。いいね、水最高マジで。結構広いね、しかも。で、今からね、犬山じゃねえや、犬山遠すぎた、清洲城に行きますんで、約1時間半ぐらいかかるんで、動画がそんなに撮ってられないんで、一旦ここいらでストップしますよ、動画を。さあ、現在地はよくわかんないんだけど、千代田橋南なるね。これはどこなんだろう。まあ、名古屋の方さ、とりあえず。見てこの構造。4車線あってさ、右から2番目が右折レーンって謎なんですけど。だからこの右側の直進レーンもさ、こことここのレーンの間にバス停が入ったりして、パッと見だと反対車線を逆走してるような感じで、その後こうやって合流するっていうね、もう謎すぎる。ほんと名古屋頭悪いわ。ここが名古屋かよくわからんけど、チクサクだって。チクサク、チクサク、チクサク。あとどんだけかかんだろうな、全くわかんねえ。ナビを音声しか聞いてないから、あと何キロとか全然わかんないんだよな。でも、あ、でも、あ、でも、でも、でも、あ、川沿いですな。ええやないですか、この開けた感じね。それでも今日まだ朝出てから100キロぐらいしか走ってない。いや、まあちょっと思ったことがあったんだけどさ、このバイクになってからすげえ乗ってるのは実際あるんだけど、ちょっとね、ちょっと乗ろうかなってなった時に、いや、ちょっと乗るってどこ行くのってなっちゃうことがやっぱ多くて、そこそこな距離感でバイク乗るのにちょうどいい目的地みたいな、まあその向こう行って多少ポケーボケーともできるしみたいなスポットがあると、ちょい乗りするにはいいのかなとか思って。だから俺の場合はね、やっぱあの弁天島の海の上の交差点、あそこは結構いい感じかな。なんかこれの前に上げてるあの車両紹介動画というかね、レビュー動画のパート2があるじゃないですか。あれを通りに行った時にすげえなんか気に入っちゃって、改めて行ったら周り海いいやんと思って、すげえ気に入っちゃって、そうだからあそこにしようかなみたいな。うん、ちょい乗りで行くのは全部あそこみたいな。多分ライダーの人って普通そういうの持ってんだよね。自分的にこっち、自分的にはここがそのちょい乗りスポットみたいなのがあると思うんだけど、僕はあんま山走るの好きじゃないっていうのはもう前々から言ってることなんですけど、そういうことなんで、ちょっと山走り行くかとかにもなんないわけですわ、ダブル R 乗っててもね。まあ今回見つけた感じがしますな、弁天島。
おー、ここもなんか並木的な感じや。桜かな、なんだろう、梅かな、何の木かわからん。なんかぼちぼちつくかな、なんかそんな気がしないでもないと、雰囲気的なもので川沿いだった気がするんだよな。お城ってのはだいたい遠くからある程度見えるもんだっていう認識があるんだけど、ランドマーク的な扱いになってないとそういう風に見えない場合もあると。いっちゃんつまんねえ景色だ。まあハイドラ的にはね、インターチェンジのチェックポイントが取れるからいいんだけど。あ、なんかすげえ、あーいい匂い、なにこれ、トーストのすげえ匂いがする。ここか、パスコか、なんだ、敷島パンですか、山崎パンですか。超絶いい匂いする。これ動画の尺どうなんだろう、すげえダラダラ感ある動画になりそうで怖えな。編集のセンスが問われるけど、俺にそんなセンスは持ち合わせてません。困ったよ。こっちか、怖え。ほんと行っていいんですかって言いたくなるよねここ。ほんとかよ、これ普通にまっすぐ行った方が早かったんじゃねえか。おお、目の前清洲城だ。びっくりした、もう急に来んじゃねえっつってんじゃん。やった、来た。すごいね。つうことでですね、清洲城でございます。なんかまあこの清洲城は当然再建は再建なんですけど、本当の清洲城っていうのはこの橋の反対側が本来の清洲城だったと思います。確かですけどね、確か。っていうことで、まあ今日最後のですね、目的地である桑名城市に行きたいと思います。あれが名古屋の中心街だ。なんか新宿とか思い浮かべると、なんかビールの数が足りない感じがするっつって思っちゃうね。まあさ、さっきから河川敷ばっかだ走らされんのが、そろそろ飽きるよ。あんま河川敷ばっか走らされても。すげえ音、後ろのバイク何か知らんけどバー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 言うてるわ。いやまだ660キロだってよ。1000キロってさ、短く見たって東京愛知の片道が270キロぐらいなんですよ。ってことはっすね、それ2往復ですよ。2往復して初めて1080キロとかだから、その距離を下道でやれっつうのはまあまあなノルマっすよね。それは走っても走ってもなんか全然届かねえわけだって、なんか今更感じてるわ。わあ、なんか川幅広がったなー。きっとこれは今河口の方に向かってるんだよね。海方面に向かってて、何かしらの方法で橋かなんか渡って三重県側に入ってみたいな感じでしょうね。いつも長島とかアウトレットとか基本的にはもう高速伊勢湾岸使って三重側に入ってたから、下道で三重まで行っちゃうの初めてかもしれない。あ、ついに川を渡りますよ。これでどんどん三重側に向かっていくわけですね。しょうもない川だって、仕方がない川ってこと。いや、しょうもな、くだらねー。あー、俺疲れてんな。こう橋の上をね渡ってる映像ってのは映像映えするからいいな。桑名市入りました。やったー、やっと着いたー。まだ着いてないけど、やっと入ったよ。桑名市も遠いよ、もうお尻痛いよ。さすがにどこまで行けるって言ったって、ずっと乗ってりゃケツ痛いってやつで、うわー疲れた。あとさっきさ、ここのオートクルーズを少し触ったら使い方が分かったから、帰り使えるとこあったらもうだいぶこれで手抜きしていこうと思いますよ。さあ、多分ねこれ渡り切ったら今度は下の方に降りてくんだと思うんだけど、いやー疲れたよ。もう何時間だ、もう4時間ぐらい、4時間5時間ぐらいは走ってるのに、距離にしてまだ150キロぐらいしか走ってないから、1時間で何キロ走ったってことになる。1時間で30キロぐらいか。1時間で30キロ、短い、走ってねえな。だったらマジでダッツ往復した方が走れたわ。あれどっから出てきたんだ、なんか自分が思ってるところと違うところから出てきた感があるな。
だいぶ桑名城市よりも下から出てきたんだ。海側を走ってたんだね。あったー、遠かったよ。もう休暇公園っていうんだね。はあ、本田忠勝、俺とご先祖様マジやで。俺のご先祖様が本田忠勝と同じ家紋を使ってるってのはマジだぜ。だから大元たどると本田忠勝なのもマジだぜ。すげえ、なんか風情あんなあ。ここも広重さんのなんかに出てくんだ。東海道53月桑名、これが似たような景色ってこと。意外と人がいるもんだな。やっぱ昔の雰囲気を多少こう模してる感はあるけど。ということでですね、お、何があった？ What happened？ 気を取り直して、まあそういうことで、まあとりあえず桑名まで来ました。動画はとりあえずここで終わりにしたいと思います。多分また明日ディーラーに行くために動画を撮ると思うんで。まあね、エッセンシングル R 尽くしですよ。マイザーさん一押しのバイクって感じですからね。じゃあそんなところで、もう少しだけ走って、あとはまあ家帰れば100キロぐらいあるかもしれないから、それを楽しみにしながら今日はここでね動画を終わりたいと思います。じゃあね。